5番まで回らせてもらいます。今でのゴミは桟橋の方まで持ち帰るようお願いしておきます。そっかな、なんか外れたな。
座って尺取ったら来よったわ。時間は11時40分ぐらい。まあなんとか坊主脱出することができました。ジャックアイ目ん玉なくなってんじゃん。周りは俺が釣ったこと気づいてないから別のことしはるな。まさか釣れるとは思わんかったな。座って適当にしゃくっとったら釣れたし、一匹釣れてだいぶ気が楽になりました。もう夕方の太刀魚までどんな気持ちで釣りせんとあかんねやろうって考えとったけど、よかったよかった。今日はまあ6時最終便の予定やったんですけれども、まあ渡船屋さんから2時の便で最終になるということで、まあとりあえず今日は太刀魚はなしでまあなんとかまあハマチ1本釣れて坊主逃れることができたんで、まあ良しとしましょう。いやー厳しいな。この時期の朝晩の地肌は当たるとでかいです。150で止まりました。こっちも回収に来ましたね今。大きい。